レードロは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州トレント県に、ある、人口約5300人の基礎自治体。2010年1月1日、バルディ、レードロの6つのコムーネが合併して発足した。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ、トレント県外略ズトレント自治県南西部のバルディ、レードロにあるコムーネ。村役場のある、ピエベディレードロの集落は、 リーバ・デルガルダの西約9キロメートル、州都、県とトレントの南西約3 6トル、ベローナの北北西約5 4トル、ブレシアの北東約5 5トル、ソンドリオの東南東約7 3トルに位置する。隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の BS はブレシア県所属を示す。コムーネの東部にレードロコがある。レードロコからは、 ポナーレ川が流出し、ガルダ湖に注ぐ。コムーネの南東部で、ガルダ湖に面する。2008年11月30日に行われた住民投票により、レードロ谷の6つのコムーネの合併に賛成が示された。2010年1月1日、新自治体としてレードロが発足した。トレント自治県が設置した広域行政組織コムニタディバジェ。 アルトガルダへレードロに属する。レードロには以下の分離集落がある。2011年10月9日に行われた国勢調査によれば20人のラディンゴワ社がいるが人口に占める割合はごく小さい。モリーナディレードロには戦士時代のクイジ住居の遺跡がある。この遺跡はユネスコの世界遺産アルプス山脈周辺の戦士時代のクイジ住居群を 構成する物件の一つである。モリーナディレードロ植物園は、戦士時代に栽培されていた植物を集めた植物園である。レードロコハントリーバデルガルダとの間には、急旬なポナーで街道が通っていた。ありがとうございます。